明日顔が熱かったです。家族のことを思って頑張って歩きました。10月に入籍しまして、その家族と両家の健康を願いました。私は82歳になるんですけれどもね、なんか渡ってね、とっても気持ちがすっきりしました。楽しい1年にしたいと思っております。